どうも、キスミです。これは、爪楊枝です。この爪楊枝、買ってきた状態そのまんまなんですけど、まあ、なんかこうやって撮っても面白みがないじゃないですか。そこで、爪楊枝入れが欲しいなと思いまして、私普段 3D プリンターでいろんなものを作っていますので、今回はちょっとしたアイディア商品の爪楊枝入れを作ってみたいと思います。よろしくお願いします。今回はこちらのファニートゥースピックディスペンサーというものを作ってみたいと思います。この画像を見る限りだと、何かこの人みたいなのが爪楊枝をこうバーベルのように持ち上げてますね。一体どういうものなんでしょうか。印刷していきます。印刷プレビューです。4時間34分かかります。パーツはこの3パーツで構成されているようで、中の仕組みを見てもかなりシンプルに作られてますね。一体どのようにして爪楊枝が出るのでしょうか。じゃあ、印刷してこっか。ということで、完成しました。ファニートゥースピックディスペンサーです。はい、これかなりの親切設計で、サポートをつけなくても印刷できるような形状になっています。簡単に仕組みを見ていくと、見てください。ここにこのような溝が入っています。そして箱の方には突起があります。つまりこの突起がこの凹みに入って、上下に動くようにだけしていますね。ではもう早速組み立てていきましょう。これ非常に簡単ですね、組み立て方は。ではこの中にこのパーツを差し込みます。はい、差し込むことができました。こういう風に動くっていうことですね。そしたら次にこの溝に先ほどのこの爪楊枝を入れていきます。まあ適当にこれぐらい入れとくか。はい、爪楊枝投入していきます。はい、こんな感じで爪楊枝が入れ終わりました。そしたら最後にこの蓋でこう閉じて、はい、できました。はい、こちらファニートゥースピックディスペンサーですなんやねんこれはい、それでは早速使ってみましょう。これを上に上げて下に下ろすと、おおおすげえすげえ、え、すげえぞこれ。ありがとうございます。いや、すげえ、これおもろ、これ面白雑貨やん。これを上に上げて、これめっちゃシンプルな構造ですけど、よく考えられてますね。皆さんこれどういう原理か分かりましたか？それでは一度蓋を開けてやってみましょう。これを上に上げるときに、ここがほら斜めになってるから落ちるんすね、この手の部分に。で、落ちて下に下げたら爪楊枝が乗っていると。うわ、これはマジで超アイディア商品。すげえな、これ。ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか？今回は、ファニートゥースディスペンサーという、ちょっと面白い爪楊枝入れを作ってみました。よければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。